亀山ジャンクションは、三重県亀山市変貌寺町にある、東名阪自動車道と新名神高速道路、亀山連絡路のジャンクションである。滋賀県と三重県を結ぶ、新名神高速道路の三重県側の入り口にあたる。仮称は、亀山東 JCT。新名神高速道路の部分開通後、東名阪自動車道の交通量が増加したため、東 JCT から、 四日市インターチェンジ付近まで慢性的に渋滞していたが、新名神高速道路、新四日市ジャンクション亀山西 JCT 間の開通により、現在は解消されている。新名神高速道路上り線東名阪、自動車道上り線の亀山 A ランプでは、スピード超過により、ランプ壁面に接触、大型トラックが横転し、運転手が死亡する事故が起こっているため、走行には、 注意を要する。新名神高速道路上り線のジャンクション分岐、直前からランプにかけて路面には、白装舗装が施されている。また、新名神高速道路上り線東名阪、自動車道上り線は、渋滞の発生原因ともなりうる急な合流を避けるため、約 2km 先まで、合流車線を直進することを推奨している。 これにより上り線の渋滞は伸びにくくなっている。新名神高速道路東名阪自動車道、名古屋方面のランプは、角2車線ずつの運用になっている。ありがとうございます。